忍者が遺伝2は、チーム忍者が開発、テクモから発売された 3D タイプのアクションゲームである。通称、忍者が2。全ハードである Xbox 専用ソフトとして、高セールスを記録した、前作、忍者が遺伝の続編として、ゲームの売りである難易度の高さとそれに比例した高いゲームバランスを継承しており、演出面も次世代ハードにふさわしく徹底的な。 強化がなされている主人公、竜早武さが振るう武器や忍術、システムについても調整が施され、新しい武器、忍術の追加に伴いいくつかの武器やシステムが廃止された。攻撃によって敵の獅子が欠損するという描写があるため、日本でのレーティングはセロ、Z とされている。この描写に対して、チーム忍者を率いていた監督の板垣智信は、 ゲームシステム上必要な表現であるとコメントしており、日本語版においても一切の表現規制を行っていないと明言している。また板垣監督はこの作品をもって、忍者ガイデンシリーズは終了と発表し、それを裏付けるかのように、本ゲームの発売日を境に、テクモを退社。同時に社に対して、成功報酬未払いにおける訴訟を発表した。 2008年7月末の追加コンテンツとタイトルアップデートにてゲームの進行を妨げる問題が起こり修正パッチのリリースに1ヶ月以上も要した。2009年にプレイステーション3で新要素を追加したリメイク版の忍者ガイデンシグマ2が発売されることが決定した。2010年に続編の忍者ガイデン3の制作が発表された。結果としては テクモの XBOX360 最後のソフトとなってしまった。東京の高層ビルに構えられたアンティークショップ、村正。骨董品の整理をする店主、村正の元へソニアと名乗る女性が入ってくる。彼女は闇の一族が邪神を復活させようと暗躍し始めたことを知り、流ハヤブさえそのことを伝えようとしていたのだ。しかし村正は、 竜の居場所など知らぬよと彼女へ告げる。突如として、ジグモ一族の追手が店を襲撃し、逃亡しようとしたソニアはすぐ捕らえられてしまう。と、次の瞬間、ジグモ一族の恩敵、竜の末裔であるハヤブサ一門の、調子のブリュウハヤブサが姿を現した。芝叩く間に追手を蹴散らした竜であったが、ソニアはどこかへ連れ去られてしまう。 村政から事の成り行きを聞いたハヤブサはソニアを救出するため、高層ビルに救う、ジグモ一族に対し戦いを開始した。前作で戦ったマルバス、道空、アルマなどの重機橋より、さらに高位な存在である魔人。封印されていたはずだが再びこの世に蘇る。過去流の一族との戦いに敗れたことにより、その子孫であるハヤブサ一門の忍者たちも激しく、憎をしている。 遠距離を攻撃する武器。浜弓の矢と爆破手裏剣は30発の弾数制限、あり、村正の店で購入する他に、忍者の死体等を様々な場所から補給することができる。ボタンを押しっぱなしにすることで絶技を使用できるものも、ある。道中忍法を記した巻物を入手することで、使用できる。どれも心強い武器となるが、回数制限がある。騎神玉を使えば、 回数の上限を、白風玉を使えば、民法の LV を上げることができる。2008年12月期決算外況。を2009年3月期事業、計画。公営テクマホールディングス株式会社。2011年10月27日閲覧。口数は、忍者竜犬伝シリーズや、デッドオアライブシリーズに比べて、かなり少なく、素顔をさらすこともしない竜を見つけるため世界中。 探し回ったと本人は語っている通常人か足を踏み入れられない名会にも、東洋から来た賢者を自称する老人、東洋の鍛冶やベネツヤがモデルと推測される容姿は、ゼドニアスに近いが体調は、その3倍近くあるデザインは、忍者流剣伝に登場したものと、同一大半は、生き倒れの忍者の死体から、博物館の展示物を拝借することもある前作の、 黒竜丸事件の解決による忍者竜剣伝2にも同名の剣が登場するが、そちらは忍者竜剣伝で竜に倒された別の邪神の骨から作られたものであって、本作の邪神剣とは別物。竜が使用することもなかった。入手がゲーム終盤で技を決められる敵がもう登場しないため引き継ぎプレイでないと進化を発揮できない。ありがとうございます。